こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、インベントリとエンダーチェストに24枚もの地図が詰められているところで、ゲーム再開です。もういっそ捨てちゃったら？すごくすがすがしい気分になりそうなので却下します。さて前回は、5カ所目のジャングル橋探索を終わらせた上で、以前見つけた広そうな海洋の探索に突入しました。俗に言う、第二次キノコ島探索です。まあでも、結局キノコ島はなかったんでしょ？イエスともハイとも言いません。まあともかく、ピラミッド企画でも触れましたが、投稿を唐突に投げ出してしまったことを深くお詫びいたします。ダイヤ1万個の目標に加え、突然変異まで含めたバイオームコンプを狙うのは、風呂敷を広げすぎたと反省しています。運が悪いのになんで無茶したがるのかしら。でも序盤はバイオーム運が良かったんですよね。さて前回の末に入ったこの地図ですが、南側に広がっている海洋は、第一次キノコ島探索の名残なんです。確か広い一続きの海洋と思ったら陸地で分断されていたのよね。9×9 の地図表で見るとこの地図は17枚目、現在地は緑の点あたりです。数字が17と若い通りで、かなり昔作った地図なんです。17が若いと感じられてしまうのもなんだかね。と、北の海探索エリアを埋めにかかっていましたが気が変わりました。先に陸地沿いを調べてみます。2分ほど進むと、南の海洋にここまで接近している場所がありました。絶妙に陸地が途切れていないのね。一応第一次探索の時点で、広い隙間はないことは確認済みです。しかし、これだけ広い2つの海洋の狭間に海峡がないのであれば、ちょいと不便じゃないかと思うのですが。誰がどのように不便なのよ。そこから少し進んだところで、また南の海が近づいてきました。今度はさっきよりもさらに際どそうです。南の海を探索した時は詳しく調べなかったの？その頃は関心なかったんですよ。北の海がここまで広いとは思ってなかったので。北、大海峡があったんだ。前方の目の前の隙間が海峡なのね。これはどちらかというと予想外でした。昔の探索が荒かったんですね。まあでもないと不便なものですし、海峡が存在していてよかったです。そこまで言うなら活用しなさいよ。時間がもったいないです。さてそのまま海岸沿いを進んでいくと、地図は東に抜けました。そして東の地図では、こちらも南に海洋を埋めた跡があります。これも第一次キノコ島探索の爪痕なのね。苦い思い出ですが、この探索でキノコ島を見つけられたら、きっといい思い出に変わります。一体何を言っているの？そして東の地図のわずかな海洋を埋め尽くして、先ほどの17枚目の地図に戻ります。さてこの時点で状況を整理すると、この海洋の 9×9 の枠内でのみ探索エリアは、ほぼ水色の範囲だけになった模様です。これ以上海岸沿いに東に進む前に、この範囲は埋めてしまいます。後から戻ってくるのが大変そうだものね。ちなみに今埋めている未探索エリアでキノコ島が見つかったら、第一次キノコ島探索で面倒くさがらずに、北の海も調べておけばよかったと後悔しそうです。そんな心配いらないわよ。そして8分ほどで、後悔せずに済みました。北の地図に移動します。というわけで次はこの南のエリアを。8分ほどで埋め終わりました。で、この海洋の 9×9 の枠内のみ探索エリアは地図47枚目と、ひょっとしたら18枚目にチロッと、となりました。つまり残りはほぼ、第二次キノコ島探索をスタートしたこの地図だけってことね。西方面の探索で1時間ほど要しましたが、いよいよ大本命に着手です。ちなみに今船から飛び降りたのは、左手で地図が隠れて見えづらかったからです。お、船の位置ずれは生じていないようです。
そこからずっと海岸線沿いを東に進んだら、南東の端で海洋が南に伸びていました。この下の地図は、さっき北西の端に海洋がかすっていた地図です。どの道キノコ島はなさそうだけどね。まあ割とあっけなくかすった海洋を埋め尽くし、大本命の地図に戻ります。それにしてもこの海洋、随分あちこちの地図まで広がっているわね。明らかに第一次の海洋よりも広いです。それだけにキノコ島がある可能性が高く、しかし探索に時間かかります。そして、地図中央を残して力尽き、この島でプレイ中断しました。第二次キノコ島探索を始めてここまで1時間半ほどです。あと少しなのに、と言いたいところだけど、9×9 の枠の外にも海洋は広がっているのよね。はい。まだボリュームがありそうです。そして、ここからのゲーム再開が鬼門でした。普段なら、一方の企画の動画編集を終えてから、もう一方のプレイを進めるところ、この時ばかりは気まぐれに先に手を出してしまったんです。ピラミッド企画の方で、久々にブランチマイニングを行って、それで追記分が廃人になっていたのよね。二文字多いです。まあ浮かれて普段より楽観的になっていたのは事実で、ここでキノコ島が見つかることを全く疑っていませんでした。そしてプレイ再開から15分。一転して悲観的になりました。でもまだまだ、9×9 の枠外にキノコ島がある可能性もあります。こういう時って、救いの可能性がある時の方が、後でより絶望的になるのよね。まあともかくついに 9×9 の枠外へ。次に作る地図は55枚目となります。はみ出しちゃったわね。これはもう 10×10 の枠にするしかないわね。さすがにそれはご勘弁を。で、インベントリの管理がシビアなので、紙の数はあと地図1枚分しか材料がないように調整していました。枠外のこの海洋がさらに広がっている可能性を想定すると、ここから先はサトウキビを回収しながらの探索になります。そして、海岸沿いを進んでいったら海洋は北の方まで伸びていて、結構スレスレです。目視でまだ陸が見えるわね。と、船がもう壊れました。本来船は消耗品ではないはずなのに。その後、海岸線は南に下がってきてくれました。ひとまず新たな地図作りは回避されましたが、まだ東や南側の探索を残しているので、こまめにサトウキビを回収します。その5分後、どうやら東方面はこの辺りまでのようです。そんな雰囲気ね。まあなんか、キノコ島がなさそうな雰囲気でもあるのですが。と、まあこの程度のワープはよくある自然現象なので慌てるまでもありません。それより、前方の水平線にほんのり違和感があります。うおーやっぱり。さてこれはデータのチャンク抜けか、それとも単なる表示抜けか。落ちてみたらわかるわね。いやー万が一があるのでとんでもないです。で、落ちないの？よくある自然現象だから何も慌てることはないのよね。いやこれはちょっと、心臓に悪かったです。さてこれ、落ち着ける場所まで移動してもいいのでしょうか。ピクリとでも動いたらスーッと奈落行きとか、ないですよね。じっとしてても奈落にワープしたりして。単に見えないだけだと信じます。うおーなんとか生還しました。さてそれから探索を続け、海岸線は南西の端まで抜けていました。寒い気候が見えているわね。ここで新たな地図を作りたくないので、試しに地図なしで海岸沿いを進んでみます。予想通りなら、さっくり南西の地図に抜けるでしょう。そしてすぐに、予想通りの場所に抜けました。ここ少し前に埋めた場所よね。で、北東に抜けて先ほどの地図に戻って、いよいよ第二次キノコ島探索は大詰めを迎えました。もしこの海洋にキノコ島が生成されているのなら、キノコ島はこの隠れた場所にあります。もう諦めてもいい頃合いよ。
まあ今更私も本気でキノコ島があるとは到底思っておらず、無事に色々と終わりました。終わっちゃったわね。うおう、最後の最後に船が、まあいいんですけど、陸地が近いし。さてそういうわけで、結局この海洋にもキノコ島はありませんでした。思えばこの海洋を探索する前に、二つのジャングルを見つけて探索時間を無駄に費やして、そんな流れだったので一層精神に来るものがありました。さて今回はここまでです。次回からですが、勝手ながらこの息抜き企画は当分不定期更新とすることに決めました。一応以前、キリが良いところまで進めてから、新しいパソコン買って新企画を始め、そのタイミングでこちらを不定期とするかもとお話ししましたが、その話とは別に、モチベーションが戻るまでは当面ピラミッド企画を主に更新していく予定です。最近どう見ても息切れ企画だったものね。今後は名実ともに、息抜きがてらに更新できればと思っています。では、次回もぼちぼちと頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。